皆さんこんにちは。トーマー企業の100年企業を作りレポートより、今日から皆さんの企業を100年にする、何年続けてようと今まで関係ない、これから100年続くためのね、エッセンスをお届けさせていただきます。基本理念が浸透しない企業に共通すること、1番目、どのような会社にしたいのか、会社をどのようにどうしていきたいのか、会社が永続的である限り普遍的で概念であり残し続けているのが経営理念です。これが浸透していない会社というのはね、ブレていくということがあると思います。2、リモートワークの移行を余儀なくされている状況では、従業員一人一人が自分の判断で会社の成果につながる行動ができるようにするために、より一層経営理念の浸透は重要になってくるでしょう。皆さんの会社もそうですよね。リモートワークでなかなか集められない、その時に判断の基準は何でしょうか。どんな行動をしたらいいんでしょうか。それをやっぱり経営理念の浸透ができていれば、どこにいようと理念が浸透していたら、全く理念にぶれたような発言や行動はしなくなる。これがあります。経営理念が現場に浸透しないという問題、決めただけで満足してしまい、浸透させるための手を打っていない。よく経営理念決めたんだけどどこにありますかって言うと、俺の机の中にあるよとかね、俺の机の前にあるよって、これ浸透できてませんよね。自分自身もね、飾ってあるだけではできてません。そもそも経営理念が会社の今とずれてしまっている、これも浸透していない。理念が今の会社と全然違う、社長の発言が全然理念に合っていない、ね、会社がやっていることが理念と全然ずれている、こういうことがあります。経営理念を理解するためのブレイクダウンがされていない。クレドカードみたいなものをちゃんと作っていますか、ね、経営理念って抽象的なんです。ですから何なんだろうなって思う、この気持ちが必ず社員が出てきますけど、それをクレドとか何かで一つ一つブレイクダウンされていくってことが必要だし、朝礼でまたはいろんな会議の中でその説明をすることが社長や幹部の役割かなというふうに思います。理念は自然に浸透するほど簡単なものではない。理念っていうのはですね、作ったから浸透するんじゃないんですね。理念を徹底して社員に伝えていくから、重要だということです。ですからトーマは、あと皆さんにもまたお勧めしたい、朝礼で必ず唱和をするってことです。で、唱和っていうのは実はアフォーメーションっていうんですけど、自分で目で見て口に出して耳に入れて落ちるんです。これを徹底的にやると、ある意味では自分の中に理念が入ってくるんです。ですからそうやってきちんと唱和をしなければ多分浸透はしないと私は思っています、ね、ですから自然に浸透するんじゃなくて、やっぱりきちっと社長が伝える、唱和をする。うちはクレドカードというのを使ってですね、こうそれをやっています。こういうクレドカードというのがあって、ね、こういうのがこう出ています、ね、こうやってこれを一つ一つやる、ね、これが重要だということになります。それから浸透している企業のたった2つの共通点、ね、これは理念の意図、意味からしっかりと伝える。やっぱり私どもは入社の、時に理念を伝えます。この理念で合ってますか、合ってる方は入ってくださいよ。まずだから入社の時にそれを伝えます。だから入社が終わった後、新人の伝える中で理念っていうのはこういう意味だよっていうことを伝えます。それから今言ったように朝礼で徹底してその話をします。それからクレドカードを朝礼で必ず一つ一つ理念のブレイクダウンした、今うちは15ですけど15の項目を一つ一つ、理念っていうのは抽象的なんで、その抽象的な具体的行動をどうするかということをですね、伝えるんですね。例えばトーマは違法相談受けませんっていうのがこう出てんです、ここにですね、違法相談というのは脱税とか、それから違法な相談とか、から会社法に違反するようなこと、こういう相談が受けたらやめてください、長続きしないからっていうことを言ってですね、伝えをします。こういうのをですね、朝礼でね、やってるわけです。それを具体的に幹部がこんなことがあったらこういうふうに断ってくださいよね、いうような形があります。トーマはさらにお客様雷カードというのがあってですね、そういうことを、強制したお客さんに対して社員がなかなかできないじゃないですか、その断ることは。
それをだから社長まで、うちの東馬の社長までこう連絡があって、それに対してうちは役員と社長がそこの会社に行くか何かして判断をして直してください、うちはできません、でダメであれば申し訳ないけどそういう会社とお付き合いできないで解約します。これ社員にとってはすごく幸せなんです。社員が悶々と悩むんじゃなくて、社員が幸せになる方法ですし、我々としての方針ですから、それをやっぱりきちっとクレドの中に伝えているっていうことになりますね。それから従業員が理念に対してアウトプットする機会がある、これはですねやっぱり理念っていうのをクレドカードで必ず社員が朝礼でこんな話をしますから、やっぱりそうやってアウトプットをさせるっていうことが必要だということで、社員自身が理念に対する発言をねする機会があるということがあります。から6、組織を強くするために理念浸透は不可欠だと思います。信ずるものを持つわけですから、ベースがあるので、ベースがない会社は揺れますね。ベースがある会社は揺れません。ですからこの理念に基づいてやるということです。あるあのね、大阪の料理屋さんで残った鮎をまた次のお客さんに出しちゃったり、それから牛肉が国産のなんか英語の牛肉と言ってからが実は輸入牛肉だったり、こういうことをやってる会社があって、まあ潰れたんですけど、それ多分経理念があってね、お客様に正しいものを食べていただく、美味しいものを食べていただくっていう理念を昭和し続けてたら多分なかったと思います。気持ち悪くて昭和できないですよね。だから東馬もやっぱり時々理念合ってないんじゃないんですかっていう議論が出ると、すぐにそれを議論して直していきます。やっぱりそうしていかないといけない、これがあるんですね。実はあの私あの、15年ぐらい前からパチンコ業界ダントツのマルファン反社長とご一緒させていただき、理念浸透の考え方を学ばせていただきました。まず考え方、社員一人一人の理念が浸透することを目指しています。そして理念浸透部隊を作って M&A をした全国の、あるあの太平洋クラブゴルフ場ですね、あとカンボジアの5000人いるサタバナ銀行に、ね、その理念浸透部隊、カンボジア人にもですよ、サタバナ銀行5000人いるんです、カンボジア人が、そのカンボジア人にも理念浸透の大切さを伝える部隊があってですね、私あの一緒に反社長とカンボジア行った時にですね、あのその理念浸透部隊日本人の人が来てたんでびっくりしましたね。まあ、ですからそうやって特にあの支店があったりいいですか、から工場があったり、一箇所でやってる会社はまあそれもいいかもしれないけど、支店があるような会社はやっぱり理念がきちっとしないと社長が年中見てられないわけですから、やっぱりそういうことが必要だし、まあ、マルハになるともう1万人ぐらいでいるわけですから、やっぱり理念浸透をするっていうのが社長としてやっぱり社員が理念通り動いていただくっていうことをすることに、やっぱりすごいやりがいね、生きがいを感じてもらえるね、そういう会社になるのかなね。だから理念に合ってること以外の中だったら何をやってもいいよっていう理念が浸透してるところになるのかなというふうに思います。一緒にカンボジアでサタバナ銀行に行った時も日本人の理念浸透部隊が言っていました。また最近 YouTube で対談させていただいた時に、理念は風化する、いつもまた磨き出したと言われました。理念はね、風化するんです。東馬もちょっと今風化してるかなっていう感じがちょっとしますよね。でいつかこのイズムも紹介したいと思ってますが、理念の風化は遠目を来ているかもしれません。挨拶がまともにできないが社員がいたり、明るく楽しくなさそうな社員も見受けられます。それをまた戻すのも役員の役割と思っています。ぜひ経理念の確立と浸透を徹底し続けませんか。東馬でもご指導させていただいてます。どうもありがとうございました。本日も動画をご覧いただき大変ありがとうございました。もし本日の動画に共感いただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。また事業承継や後継者育成にお悩みの方、概要欄のリンクへアクセスしてください。皆さんのお力に必ずなれると思います。ぜひ、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。